ちが予告って結構勢いあるさ、あのデレデレデンデデデデデって始まるじゃない。ほうで、そのデレデレデって言った瞬間に、うん、あの右京さんの両目に、ほうなんかの手に取った装置が催涙ガス発生装置で、うん、デレデレデって言った瞬間にガーって目にかかって、うん、右京さんってなって、うん、であとその後からずっともう目に包帯巻いて、うん、目が見えなくなってしまいましたって、うん、あのな、右京も目が見えなくなってしまいましたね、うん、動画とか出るんじゃないかな、うん、あの予告マジで面白い、うん、デレデレデレプシュー右京さん目が見えなくなってしまいましたってあれ面白すぎるから、ね、しかもさ、うん、何が面白いってあのバーンって催涙ガスかかってる時はさ、うん、あの右京さんがもう、うん、頑張って自分でこうかけてるの、うん、いやあのかかって目見えなくなるっていう回だから、うん、そのためにはあの目バーってやっちゃダメなんだよ、うん、いやあのバーってかかって目見えなくなるまで、うん、いやなりためっていう、うん、あれなんだろ逆回だったのかな、うん、本当にそれぐらいさ、うん、なんで最初にそのガス浴びてんのか分かんない、そうなんでバーって離さないとこうバーって浴びてるのか分かんないっていう、うんうん、でしかもあの予告のカット割りというかさ、うん、あれもそのバーってかかった後に右京さんっつってその次も目が見えなくなってしまいましただからあれ相当面白かったよね次回予告見た時、あれさ割と面白い次回予告でちょっと話題になってたはずだから多分上がってると思うんだよ、うん、城之内指数ぐらい面白い、そう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 、やめて城之内あんたが納得がってしてるあれだったから次回城之内指数でまだ勝てる感じあるよって言った後にまだライフが残ってる、そうこのターン乗り切ればあれするんだから次回城之内指数だ、デュエルスタンバイってちょっと楽しげに言うんですよ、ね、そう全然あれだもんね最悪じゃんって、うん、城之内指数どうだろう指数なんだっけタイトルさよならさよなら太郎太郎さよなら太郎身代わり次郎、ね、おかえり太郎なんかさすごいっぽいよねタイトル全部、うん、さよなら太郎身代わり次郎おかえり太郎鬼が見た虹あとボロ太郎とロボ太郎、うん、犬の神楽、ああ鬼が見た虹ドンブラザーズ最高傑作回なんじゃない、ああかもしれないね、うん、ドンブラザーズっていうかもう令和特撮ヒーロー最高傑作回じゃない、ああ、うん、あれ超える回なかなか出てこないと思うね、うん、しかもあのいろんな可能性広げちゃう回だよね、うん、今いるこのメンバーもみたいな、ね、しかもあのカメラだとどのように見えてるか分かんないけどまあまあでかいんだよね、うん、怪獣ぐらいでかいよね、ね、そう、まじ怪獣ぐらいのサイズだよね、うん、ウルトラ怪獣多分あんぐらいやってるね、だってあれ多分さウルトラマンと同じ高さぐらいで、うん、そうだよね、あれさ今遠くにあるからあれだけどさ、うん、割と近いと怖いんだよね、うん、まあそりゃそうだよねでかいからね、うん、ハイランドの入り口に昔あったっていう、ああでかいゲートの顔怖い、ああ何それ白いゲートで目がついてて口もついてる、ああすごい怖い、あれネットで画像出てくるけど、なるほどね、検索しちゃいけない言葉的な、あもうなってんだ、そんなことなってるレベルの怖さ、なるほどね、うん、あとネットにウルトラマン80が始まる前の新番組予告みたいなすごい怖い、あそうなんだ、うん、地球に真っ赤な血が流れてきて、ああ合間にちょっとフラッシュバックみたいな感じで初代ウルトラマンの顔が入ってきて、ああ地球が泣いているっつって、ラジオ入ってウルトラマン80帰ってくるっつって、なるほどね、エイティーズ爽やかな感じの作風なのに、ああ異様に怖いそれだけ、ああなるほどね、うん、どういうことなんだろう、地球が泣いている、ちょっと怖いよね、なんで地球から血が流れてるのかよく分かんないし、あ、まあ地球の涙だなこれは、エイティー子供とかのマイナスな心から怪獣が現れるのだみたいな話だから、なるほどね、そこなのかな、はあ、ウルトラマン80のオープニング屈指の爽やかさだよね、ああ
の芯の方のね。そうそう、マンモスフラワー、ああ、ダルディリウスとか、ね、そう、パゴスとか、ああ、パイエル。いや、ボブもさ、ボブ集めてるあの CCP ってあの、ああ、ちょっとできいいやつあるしね、ああ、あれとかでそういう系のやつ出るのちょっと待ってんだけどさ、ああ、全然続報ないね。ああ、メフィラスとかザラブとかゾーフィーの情報すらないね。うん、まあ出すだろうけどね、さすがに。ぽいよね、あれ出しそうなシリーズだよね。
まで時代が進んだヤマトなのねって思ったけど、もともと1199年じゃんみたいな、そういうやつ。まあそういうことだよ。ああそういうことね。うん、あそうだ、ね、ブラックサンっていう人なんだ。うん、ブラックサンに対してのシャドウムーンだよ。ああなるほどね。うん、じゃあ完全に意味合ってんじゃん。うん、宇宙戦艦ヤマト。アギトだね。うん、ヤマト。まだやんねえかな、やってるか。ヤマト結構やってるよ。やってんだよね。2200とか。うん、あの要するに旧作アニメでやってるあんま面白くない時期とかでもうやってんだよ。再放送。ああそういうことか。新作をリメイクで。全然やってると思うよ。うん、もう新たなる旅立ちとか確かやってるよね。ね。新たなる旅立ち広がってるよね、旧作の。なるほど。ひどいっていうかさ。ヤマト新たなる旅立ちでいろんな新キャラが出てくるんだけど、ああなんかその続きのヤマト3がなんかでもういないんだよ、そいつは。なるほどね。あ、じゃあこいつら新人として出てきたら何だったんだよみたいな。ああなってたと思う。なるほどね。ああ、バイファムも配信してますけどね。ああバイファム。ああバイファムは子供が13人ぐらいで宇宙漂流して話みたいな話なんだけど、ちゃんと子供しか残らなくなるまでの話をじっくり描くんで、毎週初心にまくるアニメなるほどね。はぁ、そんな感じですよ、情報は。なるほどね。配信の何かも見なさってないしな。配信も毎週っていうかそのマイクールさ、なんか一個追えばいいんじゃないじゃん。ああなるほどね。YouTube とかで。ああ最低限。なるほどね。今回今シーズンはなんか例えば冒険者やってるから冒険者見とくかみたいな。ああやればいいかもしれないよ。ああなるほどね。今ニコ動でジャンパーソンやってるよ。はあなるほど。ジャンパーソンめちゃくちゃ面白いよ。ああ。うわでもなんかそれが相棒になりそうな気すんな正直、うん、配信じゃないけどさ、うん、相棒なんで急に相棒に急に興味持ってんのか分かんないけどさ、まあでも実際何が見ろって言われたらもう相棒が大河ドラマしかないと思うよね。他微妙だよね。ああどうせ2、3ヶ月で終わるしね。相棒多分1年くらいやるんじゃないかな。ああ大河ドラマも1年やるから。ああと朝ドラ。朝ドラ今やってるすげえ不況だよ。そうなんだ。うん、恐竜レッドって出る。あ、そうなんだ。うん、なるほどね。朝ドラはさ、1話15分ならいいんだよ。ああ毎日やるのが大変だと。ああ、そっか、なるほどね。うん、朝ドラってそういうもんか。うん、昔さ、うん、まあ、朝ドラって言わないけど昼ドラなのかな。うん、昼ドラってもなんだか、あのツッコミ3人組かな、ドラマやっててさ、うん、NHK であれのカッパ出てくるしトラウマになっちゃってさ、うん、今でもたまに夜道一人で歩いてるとそのカッパ思い出してさ、うん、怖ってなっちゃって、うん、あのカッパ近くから出てきたら終わるなみたいな、うん、なんか火曜だか水曜だか木曜だかの夜7時ぐらいにやってたんだよって。あーそっか、ボムの方だともう完全に夏休みの昼って感じだった、うん、まあ、昼に再放送してたかもね。じゃあそういうことかね。あの実写キテレツ大百科とかやってたし。ああやってたね、スペシャルで。ああ何とも言えんかって。あのコロスケ最後死ぬかなんかして、ね、そう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 、ああってなってさ、帰ってきたら発明のなんかの効能によって、で冒頭でなんかもう嫌なりとか言って出てきたとこがまたそのままループしてたんだよ。ああそれで、あコロスケいたわって言ってコロスケ CG だったよね。そう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 、うん、しかも何だっけ、なんかコロスケのさ能力源のさ、うん、なんじゃかっていうやつがさ、うん、ただのビー玉なんだよ、うん、でずっとさ、もうなんか野暮だけどビー玉じゃんって思ってたの、うん、あのそれだっていうことになってるけど、うん、ビー玉じゃんと思って、うん、どっちがどっちとか言ってたの。どっちがどっち、うん、見たことないからタイトルしか知らないけど、あ NHK 男の子と女の子入れ替わるやつだ、うん、それそれやってた、うん、分かるそれ。6番目の最後やってて、ああ6番目の最後は僕はほぼ見たことない。
ったインスパイブを見ようかなに近いような話を迂闊にすると、ああ、お前もやっと大人になったじゃんっていうニュアンスの話になっちゃう。いや、今まで、そうだろうね、そう、今まで仮面ライダーを見てたのは、あの、まだまだ子供の、そう、感性だったから、ただ、仮面ライダーがつまんないと感じて、あれなのは、お前も多分もう年取った。卒業しましょうの画像を見てもらう。そう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 。リブレード、あんまり好きになれない。卒業しましょう。あれだよね、ドラゴンクエストの最近やったやつ。アニメの映画のね。そう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 。大人になるよみたいな。ね、うん。そういう形にちょっとなりかけるから。我々は子供向け番組だから楽しんでる。子供向け番組をあえて楽しませていただいているタジオみたいな感じのはずなんだけど、ね、ああ、だから別に本当に子供向けの番組としてどんどん作ってほしいんだけど、ああ、リバイスオタク向けに作っちゃってるから ねリバイスが令和ライダー、ああ、まあでもセイバーはまあマシだけど、やっぱりそうね、そこもそこもやっぱセイバーマシなんだよね。ああ、面白くなさでは他2作とそんな大差ないのに、ね、なんかその辺の意識はやっぱまだセイバーの方がマシだね。あ、結局あんま同列にしない方がいいのかな、令和ライダーとくくって。あ、なるほど、うん、セイバーもあるし、あ、最近のライダーというふうに言い換えるべきなのかなかもしれない。まあでも面白くないのは全部同じだけど、はあ、本当に僕一個さ、ちょっと怖いと思ってることがあってさ、さっきライダー爆発すればって言ったじゃない、うん、逆の可能性考えててさ、今さライダーに一本化されちゃうんじゃないかっていう。そう、あのなんかさフラグ臭くない、あの、まあ、もうヒーローなんて戦隊がライダー化してるもんね今。仮面ライダーに任せておけばいいのよはさ、うん、裏でそういう話進んでるのに腹立って、うん、言ったらやつ言わせたが切ない。まあ本当に同じようなやつ2個の連続でやっちゃう意味わかんないからね。あ、昔から言ってるけど、で要はさライダーの方に一本化しようっていう流れが裏でもできてるとすればさ、うん、売り上げはライダーの方がいいかな。ああ、作品のクオリティは圧倒的にずっと戦隊の方が上なんだけどな。ね、でもね、困ったことに会社ってやっぱデータで見るんだよね、うん、そうなった時に売り上げはライダーだからね。そう、ライダーの方に一本化しようよっつって、うん、うわ、戦隊を当てるライダーのみだったら最悪だな。ね、それも本当に卒業すると思うよ。ねえ、ちょっとその線あるよね。うん、ライダーおまけだもん、なんか今最近はね、正直、うん、エグゼイドもまあ今見返して面白いのかはもっとわかんないけどね。ああ、ちょっと怖いよエグゼイドはさ、うん、あの、なんていうのかな、毎週見ておお、そうきたかっていうので面白かったから、そうそうそう、知ってて見るとね、うん、あれかもしれない。あの1回なんだよ多分エグゼイドが一番面白いのは。ああ、多分今見るとね、悪いとこばっかり目につくと思うよ。かもしれないよね、うん、だから見返さないようにしてるよ。ああ、面白かった思い出のままにしてもらうって。これだからあれだよね、この間の放送でチャペルさんに言った時にチャペルさんに言ってたけど、うん、あの、なんていうの、あの展開の驚かし以外で面白いかを確かめるために、うん、あえてネタ割れ踏んじゃってから作品見るんだっていう感じでやっちゃうと、うん、エグゼルなんも面白くないから。ダメだよあれね。エグゼイドの感想今いろんなブログでさ配信やってる書かれてるけどさ、ああ、ボロクソだね。あ、そうなんだ。うん、ああ、まあ序盤だからなっていうのも、うん、今ちょうどあの北条M まで来てるけど、ああ、どこ見てもボロクソだね。なるほどね、うん、でも北条 M まで行ってボロクソだともう多分そんなともダメなんじゃないかな。ああ、その人たちは初見だったんじゃん。なんか放送当時もう全く乗れなかった人もいれば、うん、途中で切ったって人もいてみたいな。あ、基本的になんかそういうブログに感想がある人にエグゼイド放送当時からあんま人気ない感じ。なるほどね、うん、多分すごいその整合性とかちゃんとした部分を求めてるとダメなんだと思うよね。あ、このネタここで拾ってくるんだ的なその外れ的な面白さだと思うんだよね、言うて、なんか。なるほどね。そこじゃなくて、なんかちゃんとしたキャラクターの心情の動きがどうこうとか、細かい部分まで見ると多分、微妙なんだと思うよ。ああ。しかも当日、ドライブゴーストの後じゃ言うて、そうだね。そこもなしだとちょっとね。ああ、なるほど。でも今だと、リバイス放送中っていう付加価
血がついてるはずなんだけど、後ろ、あ、リバイスエグゼのじゃ絶対エグゼの方が面白いと思うけどね。まあね、あ、まあワンクール目は分かんない。あ、あれあれ、ボブが言ってるのはさ、あのドライブとかの後だったっていうのは、あの要は、あ、最近面白くねえな、あの流れからのエグゼイトだったのが良かったっていうことで言うと、まあうねうん、今の放送中なのもリバイスだから、リバイス見た後にエグゼイト見たらさすがに面白いんじゃないかなっていう。あ、なんかそういう感じでもなかったね、ちょっと人。ああ、そうか。感想ブログ系の人だろうね。なるほどね。多分ちゃんと切り離して見れるのかな。ああ、なるほどね。うわ、でもどうしようかな。なんかさ、リバイスについて考えてると確かにね、テンション上がってこなくなっちゃったんだよな。悲しい気持ちにしかならないよ。ああ、本当は相棒の方がマシだと思う。マシっていう言い方ももう大がましいよね。なんか面白いのは相棒だと思うよ。ああ、圧倒的にね。ね。うん。まあ、相棒も当たり外れの回はそれいっぱいあるだろうね。ああ。でこんだけ長く続いてる時点でね。ね。それ言ったらライダーなんてもっと歴史長いはずなんだけどね、まあ、あ、まあそっか、うん、もうダメだもんね。今日何回言うか分かんないけど、あ、リバイスダメだよ、腹立たしいもんね。そんなレベルなんだよ。何が面白いのよ。あ、もうなんかツイッターとかでももうボロクソの評判しか見上げなくなってきたけどね。ここで我々まで叩き続けるのもちょっとあれではあるんだけどね。ああ、そうか、うん、でもリバースのいいとこじゃ何があるかって言ったらないもんだ。あ、頑張って探そうか。うん。まずこれ君には適用できないけど、ボブはリバイのデザインはいい方だと思う。あ、色以外はまあリバイのデザインは嫌いじゃない。ああ、色以外ね、色はあんま好きじゃない。なるほどね。バイスは嫌い。ああ。バイス、まあ、仮面ライダーバイスがあんま好きじゃない。うん、バイスは別に普通。まあそうだよね。だバイスマスクつけてるっつってるけどさ、ああ、あれマスクつけてるように初見って見えなかったんだよね。ああいう口だと思うよね。ああ、そこはちょっとイマイチかな。ああ、デザイン的には。ああ、もっとマスク感を出してほしいよね。マスクだと言うなら。ああ、つうかもうマスクもさ、あれ口見せないようにしてんじゃん。ああ、バイスずっと。でもベイル口見せてんだよね。ね、じゃあもうあいつマスクしてる意味ないんだよね、あの口だから。でもさ、それで違う可能性まだない。ああ、もっと黒い、もっと黒い。それでもさ、最後までバイスの口っていうものを明かす予定ないんじゃない。ああ、まあ、別にいいんじゃない。それ今ベイル見せてることで刺してねっていう。ああ、でもバイスって最初からいいやつだったからさ。ああ、口が悪魔のヤバい口だったとかどうもなんだよね。なんかね、裏でもこいつに言われて、あ、また文句になってるから、いいとこ探さないとダメだね。本当じゃん。デモンズのデザインいいな。ああ、そうね。バグはそこにエミルとかも入ってるし。エミルもデザインいいよ。あ、ジャンヌは、あのね、僕が微妙。僕も微妙。オーバーデモンズは僕微妙。あれさ、デモンズのデザインなしで急にオーバーデモンズだったら、まあ、カーぐらいだね。ああいうもんねってなるけど、うん、ベイルもいいし、ね、あ、ベイルの方好きだよ。ベイル丸。ああ、うん、オーバーデモンズ三角、バツ寄りの三角、アギレラバツ。ああ、バツだね、一番バツね、ボブの中で、うん、歴代ライダーで多分、うん、でもアーツで戦う。あのね、アーツはちょっとよく見えてきたの、うん、正直、うん、だからむしろあの本当に作中で動いてるのよりもフィギュアとして、うん、まだいいなっつって。リバイスの面白かった回ある？まあ、最初の何話かは面白かったと思う。ああ、正直だと思う。2、3話ぐらい。ああ、まあ、そうね。まあ、くーあと、まあ、ここ2話。まあ、ここ2話だね。ああ、ここ2話っていうか、まあ、今週ラスト5分ぐらいしてよかった。ああ、そうだね、それもそうだね。海出てるよね。そんなもんだな。でも
需要あんだか本当に不安だよね。文句だもんな。あ、いや文句言いたくないんだよ別に本当に。あ、褒めたいよ。ね。うん。嘘言って褒めてほしくないし。そうだね。正直な感想を言わせてもらった結果、ダサく。あ、これ侮辱罪で怒られると思うよ。あ、相手が訴え起こせばそうなるかもしれない。うん、まあ、訴えたらもうしょうがないね。あ、すいませんでした。確かにね。正直に感想言わせてもらったけども、あ、ダメだと言うならそれはしょうがないよね。スタッフセンスないとか、まあ、侮辱っちゃ侮辱だよね。そうだよね、うん、そうそうそう、センスねえだろこいつ。メイン脚本だとロボセンス話のクオリティがとか言っても、まあ、侮辱だね。侮辱罪だよね。うん、もっとライダー褒めたたえさせてくれよ。ああ。誰でも褒めたたえたいんだよね。でもこの放送始まってから褒めたたえターン入ったことないか。ないじゃないよ俺。始まった頃ビルドだもんね。うん、まだエグゼイドまあ若干あったかな。ああ、エグゼイドの後半からビルドの前半は褒めてたんじゃない。なるほど。うん、ジオンも年明けちょっと褒めてた。ああ、そうね。ゼロは1は褒めてた。そうなんだよね。セイバーはまばらに褒めてるとこもあって基本文句みたいな。ああ。リバイスは褒めてないな。最初の頃でもまあまあって。まあまあぐらいだね。ああ。まあ楽しんでるけどぐらいで。ね。うん。でもめっちゃ荒探ししてね。そうね。だからもう序盤の時点でやっぱ文句あってる。ああ。だって今でも覚えてるけどさ、1話2話とかの頃はさ、世間とかむしろ君の評価はまだ良くて、うん、僕がなんならちょっと苦言に言ってたって。はあ、あの1話で切ってたよね。あれ君、そっか、今まで1話切りで君は違うか。世間の4話ぐらいまで見てないよ全然。あれようやく追いつき始めた。ボブはさ、うん、映画の時からってバイスのセリフが、うん、結構早口でいろいろ言うのに音量がそんなに高くないからマジで何言ってるのか分かんなくて、うん、ちょっとバイスのセリフの音量がなんかもうちょいあれした方がいいなってずっと言ってたんだけど、うん、その辺はまあずっともう最近改善されてきてるけど、うん、まあバイスの出番なんてないし、ね、まあね。そんな感じかな、うん、バイスの出番ってええもんマジでね。いる意味あんのあいつ。まあそりゃね、あるけどさ、 あれでは若干、うん、仮面ライダー用語より珍しく今日久々に回ると、うん、多分ね良くない癖だよ、あのいるかいらないかで見るっていうの。うん、いるかいらないかにしたら全部いらないし。ああ。番組もいらないし。ね。いるかいらないかでキャラ見ちゃうと、もう なんていうのカチカチにいる必要なキャラだけになっちゃうから。バイスいる？なんていうのかな。役割としてこういう役割が壁にあるっていうのは想定してるのはわかるんだけど、できてないもん。ああ、まあまあそうね。新規臭い雰囲気をバイではちょっと面白いことやったりして和ませてくれればいいんだけど、やんねえし。なるほどね。あいつ。だからいらないって。ただあのキャラクター性が好きだっていうだけで好きな人はまあまあいる。まあそうだもんね。そう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 。別にキャラクターとしてバイスも別に嫌いじゃないんですよね。むしろリバイス世界の中では好きな方だよ。そうそうそう。でもいらないんだよ。あんね。なぜなら出番がないし、役にもただっていうから話の中で。要はさ、うん、好きという人がいるだけでいいじゃないでこのキャラは必要ぐらいの感じでいかないと多分あの歯車、うん、ストーリーの歯車に沿うやつしかいなくなると、うんうん、それもまあ確かに面白くない。ちょっとそう損にすぎるとね、それはそれでっていうのはあるから。でも倍差ダメだと思うよ。ああなるほどね。論外だと思うよ。で桃太郎とかアンクぐらいキャラ立ててもらわないと。ああまあね、確かにね、うん、失敗してるんだもん明らかに。ああいやもう、まあ、バイスって面白いキャラだなって思わせてくれればいいのに。あ、まあね、くれないんだもんな。ああ、うん、家族の話しかしないもん序盤から。まあね、うん、失敗だよあれ。ああバイスいるんだったらバイスの話してほしいのに。ああまあそうね、横道にそれてるし。ああ家族の話するんだったら家族の話すりゃいいのにバイスいるって。まあね、どっちつかずだよ。ああ、まだ今話を描く上で邪魔になってるよっていうことはあるかもしれない。うん、
あ、まあ、まだでも序盤の頃はなんかバイスを通してちょっと不満、家族へのちょっと関係性のなんかあれがみたいなのをやろうとしてた雰囲気はあったから、ね、序盤は最近あんまないかも。あー、でもそっか、確かに息が口では言えないことをバイスが言うみたいな、そういう使い方、序盤はもうちょっと知ってたから。まあそうだね、最近全然かな。ああ、まあもうちょっとそこを面白くしてみればよかったな。あ、まあでも確かにちょっと納得したのは、そのキャラクターいる？いらないっていうんじゃなくて、あの、やるべき話やる上でこのキャラ邪魔になってるよねって言われれば、確かにバイスちょっと邪魔になってるかもしれない。邪魔だよ。ああ、あ、まあその理屈はなんかちょっと分かっちゃった気がするけどね、今。キャラとしてバイスは全然本当にいいんだよ。あ、ちゃんと使いこなしてほしいんだよ。あ、なるほどね。うん。まあその辺もやっぱり今週まだマシかもね。ああ、一気にちょっとお前大丈夫かみたいに言ったりとかするね。あの感じはまあいいんだよ。あ、そうそうそう、うん、ずっとあのくらい存在感を出してもらわないとね、ダメだね。ああ、本当にアギレラ変身するガイドがキーワードレックスとかいうか、いる意味なかった。あ、まあまあそうだね。しかもセリフでバイスお前いる意味ないかもよとか言われてたもん、ね、なんで？え、言っとっけ。アギレラがライダーになってくるか、バイスお前もう出番ないかもよって言って。あー、言ったわ、うん、あー、あの直前の台でバイスが俺どうすりゃいいんだみたいに一気に捨てられるんじゃとかやってたのに、直後にお前もう出番ないかもよって言われてたもん。悪い冗談すぎるよね、うん、その辺のこと、そういうセンスだよ。あー、やらかしてるでしょ。確かにそうだよ、あのお前言っていいことと悪いことがあるぞと、悪いことだよね、それ、うん、確かに人の心ないよ、あのシーンの一気。あー、確かに、しかも一気も出番ないしね。あー、あれさ、どっちなんだろうね。たまたまそれっぽいセリフ言わせたらその前までの話を繋がっちゃったのか、うん、それともお前思い悩んでたけどもう克服したから言っていいよねっていうギャグだったのか。多分考えてないんだけど。ああ、そっちか。たまたま前までの回と被ったみたいな、うん、リバイスなんかその前後の回の整合性怪しい感じあるよね、たびたび。ああ、それが出ちゃったんだよ。ああ、そういうことか。うん、確かに恐ろしいギャグだね、そう言われれば。うん、自分の存在いらないんじゃないか、どうしようってなってるのの次の回にお前いらないかもよって言ってるっていう。ああ、冗談じゃ済まされないよ。ああ、さすがにそれは言っちゃダメで。ああ、でもまあ悪魔の遺伝子直接継いでるのは一気の方だからか。ああ、あいつやっぱ悪魔なのかな。お前はさくらも悪魔だし。うん、そうだね。俺たちはギグの子孫だったのか。バッチリ悪魔だもんね。うん、岐阜の子孫だからなんだよね。だったのかってなって、そこをなんか展開に生かすのかと思ったらもう不良もしないしね。つうか、お前ら岐阜の子孫なんだったらお前らの細胞使ってギガドレクセン作れねえとかみたいな。そんな気するよね。うん、みんな突っ込んでないけど、みんなでも。ああ、やっぱそうか。ほんとそうだよ。できない理由をじゃあ示せよ。そうなんだよね、せめて言ってくれりゃさ。そう、なんでアケミさんならオーケーで、いやらしファミリーじゃダメなんだよ。アケミさんの方が多分さ、薄いよね、遺伝子。うん、後付けだし、後から後付けだもんね。え、うん、腑に落ちねえ番組だな。ああ、で、しかも考えても答えが出ることはないからね、公式で。考えるときは無駄だからね。ああ、リバイスの公式サイト結構すごいからね。あのセイバーでは公式サイト読まないと分かんない概念がいっぱいあったけど、リバイスはもう想像で書いてる時とかあるたまに、うん、公式サイト読む、公式サイトがこのシーンはこういうことなんだと思いますみたいな。なるほど、うん、お前の感想じゃねえかそれみたいな。へえ、そうなんだ。じゃあ影はきっとこうなんだだと思いますって。じゃあ誰が書いてんだろう、スタッフ、スタッフのなんか適当に書いてるんじゃないの。ああ、話考えてる人が書いてる感じじゃないよね。だから、まあ、だよね、思いますだもんね。番組見た感想書いてある。ああ、なんだそれ、謎だよね。すごいな、それとも書いてる本人が書いてるけど、うん、あまりに考えてないからこういうことなんだと思いますって書いちゃってるのかな。
例えばなんとなくこういうムーブにしたけど、多分これはこのキャラはこういう気持ちで動いたんだと思いますね。マイルね、ドンブラちゃんとその辺全部考慮されてるんですよ。あ、ドンブラってこのキャラが今こう思ってこうしてるってすごいはっきりしてる。なるほどね、うん、多少ちょっと急にお前テンション全部上がっただみたいになる時はやっぱあるけど、あその程度だね。お前全部急に桃いたのに肩にし始めたら、どれ祈祷祈祷、まあでもまだ許容範囲だよ全然。ああ、ちょっとブーストかかりすぎてんだみたいな。ああ、ちょっと思ってる、まあ、いなくなって寂しかったなの時にちょっとブーストかかったんだね。タロ復活するのは俺死んでも映画レベルまでいってたね。随分ブーストかかったのよ。ああ、まあいいけど、まあそうなっても許される範囲のキャラだと思うしね、うん、でさ、ドンブラ何が面白いかってさ、うん、意外と主人公って黄色と青だよね。うん、そうだね。あれってさ、赤とか黒とかピンクじゃないよね。違うんじゃない、多分黄色青コンビだよね。うん、話のまあ中心部には黄色青コンビだね。ねえ、あれ面白いなって思うんだけどね。うん、あの毎週入れ替わり立ち替わりあれかなって思ったけど、そんなに毎週黄色と青で大体固定だよね。うん、キジちょっとやばいしね。あね、キジ一応まあ人間に戻ったけども、ああ、またやばいもんね。なんかあいつもう一回ぐらいあるっしょ多分。うん、あいつもう最終的にあの女から自立するしかないよね。ね、黒の方に行くのかな。うん、あれは死ぬか。でもさ、なんか割とさ、常にヤバいよね。うん、大丈夫かな。なんか久々に死ぬメンバーって可能性あるよね。あの女がとりあえずどっか行って自立できないとあいつ死ぬよね。うん、え、ピンクのポジションに女の人入るとかあるかな、途中から。番組途中でキャスト変わるってありえない。ないと思うけど、それが記事の本当心配なやつね。え、記事の心配じゃん、もう依存しきってるもんね。ああ、でしかも彼女怪物っぽいし。ああ、ああ、なんか依存の仕方もちょっとよろしくない感じの方向だもんね。え、ああ、だから怪我しただけでさ、ああ、怪獣になるレベルだからね。ああ、いなくなりでもしたらよくも僕から離れやがったな。ああ、に行くじゃん、そのレベルまで行く可能性あるね。え、うん、俺の安らぎのためにいてくれって感じだもん。なんかね、仲良くしようとかじゃないもん。なんか、ああ、俺の安らぎのためにいてくれって感じだもん。割と依存体質なんだよね。深みあんね、ドンブラのキャラね。深みあんな。そうなんだよね、この人のどこが良くてどこが良くないのかってすごい分かるもんね。え、キジも普段はすごいいいやつだからね。ああ、いいやつなんだけど、嫁に関して何か触れられるともうやばいことになっちゃうね。え、一人だとちょっとダメっぽい感じになるからね。うん、まあ犬も基本的にいいやつなんだけど、やっぱり女絡んでくるとなんか金湯水のように使ったりしてたし。ああね、あの軽犯罪はしまくりしてた。ああ、バイク盗むとかね。ああ、人の物食うし、かって。ああ、でもちゃんと金払って改造とする程度にはいいやつだよみたいな。ね、バランスがいいよ常に。ああ、もうで猿とかもさ、うん、もう悪いところといいところあるもんね。うん、いや傑作だわドンブラね。あれドンブラが今やってなかったら割とさ、うん、危ないところ。ドンブラ人の悪いところもしっかり描いた上で、でもいいやつだってなる感じがやっぱすごいね。いいやつしか、いいことしか描かないわけじゃない。ああ、桃谷がさ、逆パターンかましてきたんだよね。うん、あの、いいやつだなって思う、ま、一回さ、ちょっとさ、うん、あの、この放送内で片付けたいことがあってさ、はあ、あの、言ったからにはさ、右京さんのあれ探したいんだよ。ああ全力全開デレデレ、いいよいいよ。そんなことよりマラカス不当がいっちゃう。ウトモさん目見えなくなるし、 YouTube にはないのかもしれない。 Twitter とかでね、調べると出てくるんですよ。なるほどね、うん、あ、ニコニコにあるわ。ああ
橋本環奈、千と千尋の神隠し、あ、舞台のやつ、舞台中止になりました。それプロに頼んだら、空室クリーニングも暮らしのマーケット。ニコトン CM 絶対入るからね、好評が。でコメント消しの、ちょっとじゃあ こういう形で言っていいかなというかね、あんまりね、著作権的にね、あーまずいかな、映像映んないわけだから、皆さんそれ調べていただきつつ、次回予告とかも我々は動画だけ見てみますか。あー、じゃあそうするか。音声だけ何か入ってるかもしれない。まあ別にこの放送、収益もクソもないからさ。ねえ、ね、どうでも多分ね、この予告のはずなんだよ。あ、なんか違うぞこれ。違うっていうかさ、そういうバッド動画だなこれ。え、じゃあ目が見えなくなる、ま、予告そのものはねえのかな。もう予告で右京目が見えなくなるとかあったもんね。あ、やっぱり検索候補で右京の目が見えなくなるんだ。その回にさ、映像ないかな。サブタイトル右京の目だもん。右京の目って言うんだ。右京の目予告とかないかな。テレ朝で予告動画が、あ、これ違うわ。え、じゃ意外と見れねえのかな。あれ面白いんだよな。右京の目。あ、もう単体でニコ動のこの百科の項目あるもん。あ、そんなに？うん。は。予告編の内容が一部で話題となった。やっぱり。はい。これさ、そう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 、テレテレテン、ね、うわぁ、浮かした、目が見えなくなってしまいました。誰がこんなものを。それ傑作にもほどあると思うけど。そんな感じでね、なんかあるか見に行きます。チャララララ。